夢は見るためのものじゃない、叶えるためのもの。そう、ここは一つの通過点。ドリームライブ2002プロセス。
Thank you.
聴いてもらったのはですね、2月14日に発売された私たちのセカンドアルバムの中から聴いてもらいました。はい、今回の曲はですね、セカンドアルバムはですね、私とカナも2曲ずつ作詞をさせてもらってですね、なんかいろいろ勉強になりました。いいよね、なんかストレートな恋愛の詩を書いてくれたね。はい、うん、アルバムといえば今回一人ずつのソロの曲があるじゃないですか。今ステージ上にカナがいないってことは、おお、カナからということでですね、はい、マイというだけじゃあれなんで、みんなで呼んであげてください。いきます、せーの。あれあれ、みんなちょっともうちょっと大きい声でもう一回呼んであげてください。はい、せーの。イエーイ。今以上のダンスを決めてくれると思うんで、はい、みんな応援してあげてください。まだ盛り上がってますか？本当に人多いですね、ここね。本当に暑いですか？暑いですか？ありがとうございます。ですね、カナのソロはアップテンポなんですよ。知ってますよね？知ってますよね？ニューデイズという曲なんですけど、このアップテンポでですね、皆さんに、していただきたいことがあります。はい、協力してください。それはですね、こういう煽りね、煽りですね、煽りをみんなにしてもらって、すごい元気づけてもらいたいんですよ。いいですか？いいですか？後ろの方もいいですか？なんで皆さんよろしくお願いします。それでは聴いてください、 New Days。 いい変われる日が来る、その日まで見守っていて、この場所から君に出会うまでの僕は
ーストアルバムの中からブレイブ聴いてもらいました。ブレイブでした。はい、次の曲なんですけど、高校生サッカーの応援歌でもある、はい、Yourself という曲なんですが、ここで一つみんなのお願いがあります。ですね、サビで大きな期待を背負ってもというところがあるので、みんな一緒に、こうやってやってくださいじゃあね、一回練習したいと思います、はい、後ろの方もやってねじゃあいきます、はい、せーの。大きな期待を背負っても ようにってやってください じゃあもう一回練習しますか。はいはい、じゃあ思い切って、はい、せーの。大きな期待を背負っても君らしくあるように。お、すごい、できてる。 OK、 できてる。みんな本番もその調子でやってください、はい、お願いします。それでは聴いてください。 Yourself。癒すから
今回のツアーをもって卒業しますが、
本当みんないろんな意見をお持ちだと思うんですが、前自分でしっかり目標を持って頑張っていきたいなと思っているので、あったかく応援してください。そして、前の妹みたいなゆうとかなの2人を、ずっとあったかく応援してあげてください。前ドリームになってから、なんて言うんだろう、みんなに仲間はすごくいいものだっていうことを教えてもらいました。今いる仲間も大切にしていきたいし、これから自分の仲間をたくさん見つけて、真剣なこう気持ちで付き合っていきたいなと思っています。現時点で、ファンのみんなも含めてスタッフの皆さん、前を可愛がってくれてありがとうございます。そして、はい、ありがとう。そして、マイをここに、今立っているのはですね、見つけてくれた人がいます。セム、ありがとう。今日はみんなにプレゼントします。聞いてください、 NeverMore。I'm not afraid to die.
皆さん本当に盛り上がってくれてありがとうございます。ありがとうございます。みんな盛り上がってくれたんですけど、次で最後の曲になってしまいました。次の曲はですね、なんかすごいあったかい感じの曲で、みんながなんか大切な人のことを思って聴いてくれたらすごい嬉しいです。それでは聴いてください。願い。探す線
あとちょっとで1歳。今より元気でしょ？珍しく機嫌がいいの。ピカピカの高校生。無事に卒業できた日の出高校、感謝しています。この頃は何を考えてたのかな。でも一つだけ言えるのは、歌手になりたいってこと。その思いは中学生になっても叶えたい気持ちを忘れることはなかった。1月17日、長谷部優が生まれた。3歳の七五三。幼稚園に入学、たくさん友達ができました。よく寝てすくすく育ちました。中学校、部活や勉強を頑張りました。そして出会った。僕たちがずっと夢見てた場所。いろんなものに触れ、たくさんの愛を感じた。僕たちは運命と永遠を信じる。ありがとう。ドリームからみんなへ送る。Sincerely, Ever Dream。Thank you.
さっきもお願いがありましたが、これからもこの2人のことをみんなあったかく本当に応援してあげてください。心配じゃないような心配なような複雑な気持ちでですね、もちろんいつもニコニコこんなカナも元気があれ元気があるはずね。元気いいよ。元気があるんですが、結構落ち込みやすい子なんですよ。ユウもですね、結構考えたりするところがあるんで、みんなその辺しっかり受け止めてあげてください。そんな私たちから、はい、舞ちゃんに素敵なプレゼントがあります。それはですね、なんと手紙です。それぞれ私たち昨日真夜中に書いてました。はい、カナから読むので皆さん聞いてください。マイへドリームから、あ、ちょっと待ってください。頑張れ頑張れ。ドリームからマイがいなくなるのは今でも考えられません。やっぱり早すぎるって思ったし寂しすぎます。マイと一緒に頑張ってきた3年間、マイには自分の意見を持つ ということを教わりました。今まで自分の意見を持つことに面倒だと思っていたからに前は気づかせてくれました。ありがとう。あと去年カナが肺を悪くして歌が歌えなくなった時、ショックで泣いているカナを前は黙って支えててくれました。入院中不安でしょうがなかったカナに前は自分の小さなプーさんのぬいぐるみをくれました。そのおかげでカナはすごく心強かったです。ありがとう。前にはもっとありがとうって言いたい、でもこの手紙では書ききれないのでまた今度言います。カナは今まで前に何をしてあげられたんやろうって考えたけど、少しでも前の心の支えになってもらえていたならすごく嬉しいです。これから前はドリームではなくなるけど、前がやっと見つけた居場所はずっと永遠に消えへんから、それだけを忘れないでください。本当にありがとう。みんな拍手。ありがとうございます。わけわかんなかったな。じゃあゆうちゃん次は、ゆうが読みたいと思います。うん、前へ。前には本当にたくさん助けられました。私がすごいお腹が痛くなって歩けなくなった時も私おんぶして連れてってもらったこともあったし、私が夜中に泣いてた時も心配して声をかけてくれたこともあったね。いつでもドリームのことを考えてくれて尊敬するところがたくさんあって、何にもできない自分がすごい嫌になることだってありました。舞が卒業するって聞いた時ショックでずっと泣いてたけど、舞が自分で選んだことだしずっとやりたかったことだから、私はすごい寂しいけど、舞のことを応援するからね。はい。一日も早く舞の曲を聴けるのを楽しみに待ってるから、舞の納得いくまで頑張ってやってください。それとですね、ドリームへ。私はドリームという居場所ができたことにとっても感謝しています。ドリームになってみんなと出会って、私はとっても幸せです。これから辛いことがあっても3人はつながっているって思えば私は頑張れます。今日はドリームになって本当に一番素敵な思い出の日になりました。
みんなどうもありがとう。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 そして皆さんから前にもありがとうって多分いろいろ支えられたこともあったし、助けられた部分もあったと思います。なので前にありがとうって言ってあげましょう。せーの、ありがとう。ありがとう。マイ本当にお疲れ様でした。ありがとう。ありがとう。本当に次で最後の曲になってしまいました。もうね、私も歌いたくないですね、本当は。でも私たちがいい形でスタートできるようにみんな応援しててください。ここにいるみんなの、みんな大好きな、ちょっと待ってね、ここにいる大好きなみんなのために、あと今までドリームを支えてくれた大勢のスタッフの皆さん、そして、ドリームに毎日おいしいご飯を作ってくださる寮母さん、お母さん。今まで私たちが出会ってきた人たちの、大切な人たちに感謝の気持ちを込めてラスト1曲歌いたいと思います。聴いてください、ハートウェーブ。明日も占う、
後ろもありがとうね。